さて、それでは次は何をしようかな。化石の鑑定行こうかな。あれ、どうした？スミちゃんどうした？戦場の女神。あの、富士さん、私今日はあなたに一言お礼が言いたくて。そのアイアンアーマー以外何かあったっけ？富士さんが畑さんのコンサートを実現するために島おこしされてることを聞きました。あ、そうだよ。私も本当に富士さんのこと尊敬してるんです。あら、なんか悪い気分じゃないね。間の島のためにいろいろと尽くしてくださってありがとうございます。しょ、それで、あの、その、ないないない、お役に立つか分かりませんが、よければこれをお受け取りください。何？か、家具？島おこしをされているなら島に飾れそうなものを集めておられるかもしれないと思ったんです。そうだね、その望遠鏡、もし良い飾りが見つかりそうでしたら飾ってください。しょ、いい子。望遠鏡だって？こんなもんたまんないじゃねえですか。おお、すげえ。これ見れんの？見れないか、くそ、悔しいな。見れないのか、そっかそっか。これどうしよう、どこに置こう。スミちゃんの部屋に向かって。これ捕まるな。この近距離で望遠鏡使う。これやばいな、すごい犯罪者やばいな。プレゼントがあるんだよね、これ見とこっかな。はい、お、一番ベルだ、やった。そして次は星のサングラス。つけてみよう、ちょっと。うわ、ハッピー。病院行ったら。はい、そしてメッセージボトル。まだお会いしてないあなたへ。部屋の片付けをしていたら、本の間から昔思いついた DIY のレシピのメモが出てきたんです。世界中にこのレシピを読みたくて、こうしてボトルに詰めてみました。もしよかったら作ってみてくださいね。とめより心を込めて、世界中に広めたいならネットを使え。コシミの？キタキタ親父じゃん。うわー、本当にキタキタ親父。コシミの、雑草なんてできんの？やべ、これ作ろう、すぐさま作ろう。早速着てみよう、コシミの。見つける。ああ、上半身が裸ならば、キタキタ親父になれたのにな。待って待って、そういえばさ、マイデザインってさ、服にもできると聞いたんですよ。例えばこの平和をね、身につけるトップスにしたら、こういう風にできるわけで。なるほどね。結構ウェルカムのシャツ、立派にできてんな。こういう作業着を着てから身につけたらどうなんの、トップス。あー、結局買わないのか。絶対そのタンクトップスタイルなんだ。了解。ってことはだよ、先に言っとくけど、今から僕はとても継続なことをしようとしています。YouTube 的には確かお手首さんは NG だったはずなんだよな。だからガムテープで貼るとして、位置多分こんぐらいだったと思うんだよ。うん、とりあえずこれでしてみて、これを、はい、身につける。するとどんなかというと、お、あ、え、あ、あ、どんなところにあんの、こんくらいじゃないか。するとどうだ、あ、いい位置、あ、いい位置、いい位置。これってこれで腰身のをつけたら、あー、きたきた親父かな。でもなんか違うんだよな、なんなんだろう。やっぱりシャツなのがな、丸分かりなんだよな。任天堂のガードは硬い。まあしょうがない。お前、背中にもあるのか、お手首さんが。そしたら、違う、化石の鑑定をね、しに行くんですよ。真面目に行こう。今日も6つありますね。鑑定しよう。さあ、チェック。お、4つもある。足跡の化石。お、これいいね。ディプロトックスの胸。アウストラピテクス来たよ、これ人間じゃん、人間の祖先アウストラピテクス。そしてトリケラトプスの尻尾。そして、ミイロタテハっていう蝶も取りました。これで OK。 早速見に行こうぜ、アウストラピテクスをよ。これが足跡の化石、多分これにあるはずなんだよ。それじゃない、違う、これ、あ、これミロクミンギアか。あれ、足跡どれだ、あ、あった、これか。こんなところに置くんだ、これね、足跡の化石。何の足跡だろう。そして俺は自分の祖先に会いに行きたい。アウストラピテクスと、いた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 、おお、すげえ、父さん。そしたらいらないものを売っちゃいます。化石もね、別にいらなかったわ。オフタルモサウルスの体とディノニクスの尻尾。そして梨を売ります。これは1万超えるんじゃないかな。これで OK。
OK。 はい、梨はでかいぞ。3万400もそんないいの？あ、そんな漏れてたっけ。え、すげえな。え、梨もっと作ってもいいのかな。ていうか違う、俺はね違うフルーツ欲しいんだよ、梨以外の。ってことでまた今日もね違う島にね体当たりしようと思うんですよ。でこれ何？タイプライター？タイプライターな、いいね、悪くないね、買っとこう。で右のコスメもちょっと気になるんだよな。ネイルアートセットか、これ。なるほどね。センベルか、センベルなら買っとこうかな。てか豆キチョつぶってさ、こうやって挟み込むのやめてくんねえかな。すげえ圧感じるんだよ。やめろやめろ、そんな目で見るな俺を。それがお前らの商売の仕方か。テープ剥がしてやろうか。紫のシンプルカーペット買っとこうかな。うん、まあそんぐらいですね。さてそれではまたタヌキ開発の方にやってきまして、すげえ無視されてる。土地を売り出して、そしてから、離島チャレンジしようと思うんですよ。そして、優秀な警備班を僕はまた勧誘しに行きたい。ってことでまずは売り土地を作ると。売り土地増やすってことで住人の場所どうしよっかな。ここら辺かな、ここら辺。うん、ちょっとなんか見栄え悪いんだよな、そろそろ。ごちゃ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 してきてる感じがする。いや待てよ、護衛班を作りたいんだから。違う違う、上にすればいいんじゃない。上から護衛っていうか、その監視してもらわないと。ってことでこの場所にするか。ここからならね住人の動向見れるし、そして俺に逐一報告してもらう、いいじゃないですか。ってことでチューリップちょっと回収しとこう。完璧、いい場所じゃん。ここにしてみよう。想像一致してみる。これどんな感じなんだっけ。あ、まあこの、あー、すっげえいい場所じゃん。監視にぴったり。上から見られる住人の気持ちを考えたり、いや違う、君らを守るためなんだ。これは何も異変がないようにちゃんとね、警備です、警備。あとは準備して向かうだけ。いや住人を勧誘しに行くのにこの格好はちょっと舐めてるな。顔もちょっと変えるか。また傷だらけじゃなくて、もっとこう冷静沈着なプロっぽい顔にしよう。多分ねこうすればねいい感じになると思うんだよ。掃除や、わ、なんか怖えな。これをフェイスペイントすると、おお完璧、完璧じゃないか。すげえすげえぞ。ちょ見せてくれよ顔しっかり。ゴルゴじゃ、いいじゃない、悪くない悪くない、気に入ったよ。ちょっと髪型変えようかな、これじゃ違うもんね。ちょっとやめてその顔。髪をね、まず黒ですね、戻そう。どれがいいかな。あれゴルゴ、ゴルゴ、まあ掃除屋、まあ、確かこれぐらいの髪なんだけど、隠れちゃうのもったいないな、シワがなってなると。あれ、そう思うとさ、あの弁髪しか出てこないんじゃない、シワ。あらなんかもったいないな。まあでもこれでも十分っちゃ十分だよね。じゃこうしておこう。やめろそのポーズ。いやだけどな、弁髪やっぱな、似合っ、一番似合ってるかもしんないな。あー、やっぱ弁髪外した方がゴルゴ感は強いね。よし、じゃあこれでいこっかな。いいね、仕事に向かう感じがすごい、ドキドキしちゃう。着いたようだな。この島に私のターゲットがいると聞いている。さあ出てこい。誰だ、誰なんだ、どこにいる、私から逃げているのか。こんなキャラじゃないし。上か、上にいるのか。ん、いる、おー、来たんじゃねえかこれ。来た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 、完璧完璧完璧。そうだよ、こういうのだよ俺が求めてたのは。護衛班、おー、お前気に入ったぜ。名前を聞こう。ムー。すげえ声低い。おお、
他にも散策してる奴がいたとは全く驚いちまったじゃねえか。俺はムーだ。よろしくな。おめえもこの島でじゃねえんだろ。ふんふん、アイランド島から来た富士ってのか。覚えとくよ。こう見て俺は記憶力がいい方なんだ。こんなところで偶然出会っちまったんだ。よかったら俺のことも覚えといてくれ。ああ覚えておこう。俺の名前は富士、いやデューク東郷と言っておこうか。お前に仕事の話がある。勢いでこの島に来ちまったけど、日常から離れた生活は最高だぜ。そろそろ引っ越しもしてえな、ダクマ。クマの語尾がクマ。やばい、俺ねこういうね語尾がね単純でつごいツボなんだよね。くだらなくて。クマ、うちの締めに来ねえか。お前の仕事がある。おお、おめえ意外とフットワーク軽いな。おめえの住んでる島っつったらアイランド島のことだよな。誘ってくれてどうもありがとうよ。ここはおめえの風に乗っかってポンと移住しちまうの悪くねえか。どんな島なのかよく知らねえけど、おめえが住んでるなら間違いねえよな。へんてこの島ってことはねえだろ。ああ当たり前だろ、いい島とだけ言っておこう。わかってるよ、冗談だろ。そんじゃちょっとめんどくせえけど、移住の続きに取り掛かるとするか。タヌキストヤラに連絡すれば、まあうまいことしてくれるんだろう。それなら大しておられるのやな。とはいえ、一回自分の島に戻って、とっとと荷造りしなきゃいけねえな。早くおめの島で一晩中飲み明かしてえところだ、クマ。完璧だね。君に絶対警備してもらいたい。あ、最高だわ。よかった、この格好にして。うんうん。写真撮ろうぜ。渋い。渋いね。最高。おーし、完璧。いや、今回は大成功ですね。この離島チャレンジも。で、この島さ、なんか変わった形してない？今まで見たことないような形してる。うん。ちょっと期待できますね。まあ、ヒヤシンスで、あ、てか、サクランボじゃん。なんだよ。違う果実が良かった。じゃあ、ちょっと資材回収してみようかな。石は全部ね、鉄鉱石とか普通のやつだった。で、また木を揺らしていくんだけど、コメント見た感じだと、蜂が落ちてきたときは、こう、虫網をあらかじめ持っといて、落ちてきた瞬間に A ボタン連打すれば大丈夫っぽい。あ、あった。これだ。炊飯器か。もう炊飯器3つ目だわ。来た！ A ボタン連打。さあ、やった！ありがとうございます。これは何、何バチ？これスズメバチじゃない？危な。お、やったやった、初めて勝った。仕事完了。さすが仕事人。いや、害虫駆除業者。で、見たところね、この島には池がないんだな。ってことで海釣りをしてみよっか。どうだろうな、ちょっとあんま期待はしてないけど。さあ、来い。ん？あ、ニモ、アジ、カレイ、イカ、タイ。まあそんなもんでいいだろう。タイが釣れたしな。そしたらどうしようかな。あ、お金稼ぎたいからヒヤシンスはもう一応あるけど、あそこにあるやつ全部持ってっか。で、売ろう。うん。で、確か今日はジャスティンも来てるから、魚も売っちゃってお金を稼ごう。よし、まあこんなもんでいいかな。じゃあこの島の資材回収はこれで終わりだ。ってことで、もう帰るよ。最後に話をしようぜ、ムー。この島で取れる材料の中には俺の住んでる島にないものがあるんだ。定期的に来れたらいいんだけどな、ダクマ。そうですか、待ってるよ。いやー、よかったよかった、大成功だ。キープアウト。締めとこう、ちゃんとここはな。うん、いやー、これであのムーさんが来てくれて、この島の平和は一層守られるわけですね。完璧ですよ。よし、じゃあいらないものを売りに行こっか。いやー、がむしゃらにヒヤシンスいっぱい持ってきたけどさ、ヒヤシンスはこの島や高く売れるんじゃないかな。どうだろう。さあ、これでいいかな。うん、魚はジャスティンに売るわ。はい、頼む。どれぐらい、どれぐらい、どれぐらい。はい、800。
え、知らなかった。そんな安いの？お花が？出会ったら売らないよ。やめとく。は？500？え？そんな安いもんなの？ヒヤシンス？いや、てっきりこの島に生えてないもんだから高く買い取ってくれんのかなって。そう思ったけど、そんなことになってしまうんですね。であればどっか違う場所に植えときたい。勝手にガーデニングをしていく仕事に。まあこんなもんでいいだろう。ついでだ、雑草でも始末してやろう。そこをどきなお嬢ちゃん、仕事の邪魔だ。これが本当の掃除人ってね。なんちゃって。雑草がやっぱりなくなるだけですごく綺麗に見える。ちょっと木が多いかな、ここらへんな。でも雑草がないだけですごく住人たちが快適に暮らせる環境に見える気がする。そしてこのフラワーたち、いや、いい仕事したわ、さすが仕事に。そしたら魚を売りたいんだけど、もっと釣ろっかな、せっかくジャスティンいるし。ん？これってあれか、コメントで見たけどさ、人面カメムシたちじゃない？これがなんか割と高い値段で売れるらしいんだよ。あ、だけど寄贈しよっかな。これは多分そうだよね、そうだね、人面だもんね。人面カメムシ、人の顔にしか見えない。そうでもないぞ。よし、それでは釣りをしていこう。マッキエサを10個作りました。さあどうかな。まあ正直何でもいい。1.5 倍で買い取ってくれるなら何でもいい。スズキ、アジ、イカ、イシダイ、カレイ、カレイ、スズキ、スズキ、アジ、以上だ。全然だな。まあまあまあ、でもいいよ。これでいいよ。よし、じゃあこれをジャスティンに売りに行こうか。仕事だ、買い取ってもらおう。ウェイウェイウェイ、どうよ調子は。君の魚取ら全部リスペクト価格買い取るからじゃんじゃん売ってちょうだい。おしゃべりな口だ。俺がお前の口に銃を突っ込む前にその口を閉じた方がいい。さて売ってみましょうか。まあ全部あのグッズにする必要はないかなと思ってます。ってことでこれを全部売ったらおいくらですか？はい、頼む。21,000ベル。悪くないだろ、取引成立だ。いいか、今日俺はお前と出会わなかった、覚えておけ。どうした源氏、何があった？おいら、お前にもらってほしいものがあるんだ。シュラフ、なんだそれは。ソ連が開発した銃か。この間レイチェルからもらったんだけど、おいらも持ってるんだよな。そうか、いっぱいあっても困るからお前にやるよ。マロ、何が望みだ。シュラフを出してみよう。なるほど、防弾チョッキか。寄贈用は別に置いといて、人面カメムシがプラス6匹、なんか捕まえられました。なんかすげー湧いてるのやな、こいつ。で、高いのかな、どうかな。6,000ベル。まあ虫にしてはやるね。びっくりした。誰、こんな時間からさ新キャラ出てくる。お前誰だ。誰、フーコ。こんばんは、この島にお住まいの方ですか？いや、私は一箇所に身を置かない。富士山とおっしゃるんですね。はじめまして、私フーコって言います。実は博物館の館長フータの妹。あいつ妹いたのか。え、かわいい。フーコ、いつもお兄ちゃん、あ、兄がお世話になっております。かわいいじゃねえかよ。お兄ちゃん子か。兄に勧められて星空を見に来たんですけど、この島の星空、私の期待以上です。星空、あのなんかね、確かね、あの星のかけらっていうさ、なんかあったじゃん、素材にも使えるやつ。あれは流れ星が落ちてきたタイミングでなんかお祈りかなんかできるらしいんだよ。そしたら翌日星のかけらが落ちてると。すげえな。これだけ綺麗に星が見えるなら流れ星にだって出会えるかも。そうだ、富士山は流れ星に祈りを捧げると幸運が訪れるという話をご存知ですか？俺は祈らない。遠く離れた夜空の星様が私たちの願いを聞いてくれるなんてとってもロマンチックですよね。ん？ R スティックで空を磨いてるときにもしこの流れ星に出会えたならそのまま A でお祈り。そしたら富士山にも幸運が訪れるかもしれませんよ。それは女子供がやることだ。
そうそう、最近読んだ本に星にまつわるレシピが紹介されてたんです。何でも願いを込めて一振りすればなりたい自分になれちゃう。不思議な変身ステッキなのだとか。今の自分で満足だ。夢があって素敵だから作ってみたくてメモしておいたんです。お近づきの印にこのメモを差し上げますので、もしご興味があれば作ってみてください。まったく。また興味深いレシピを見つけたらメモしておきますね。お声掛けありがとうございました。これからも星を見に来ると思いますのでよろしくお願いしますね。女がこんな時間に出歩くのは危険だ。家に帰りなさい。プレゼントが3つあるから開けてみようかな。キャスターペールって何？何それ？ん？ああ、ゴミ箱ですか？へえ。あ、開けた。あ、何を捨てようかな。いらないものを捨てれるんだ、これ。いいじゃん。これは使えそう。なんかこの作業場の近くに置いとくか。あ、いいね、いいね、いいね。そして、これは？スペースワンピース。スペースだって。スペース。変態。そして最後もう一個、竹のびっくり箱。また竹シリーズか。なるほどね。スターなステッキはこれで大きな星のかけらもあるんだ。へえ。そして竹のびっくり箱、春の若竹、もう手に入んないのかな。もう春終わっちゃいそうだよな。でさ、ちなみにさ、コメントによるとこのパラボラアンテナは A ボタンを押したら何かあるみたい。うわあ、かっこいい音鳴りましたね。ガゴーンって。すげえかっこいい。私はただそのパラボラアンテナを見ているだけだ。決して流れ星を探そうとなんてしてはいない。そんな女子供がいることを私はやらない。まだかな。